パルワールド盛り上がりの中でツイッターで発狂してるポケモンクソ外人も論破してやってくれ。まあ別に発狂する人はいていいんじゃない？パルゲームはパクリキャラ量産してまともなデザイナーをコケにしてるけど、お前のクリエイターの端くれだと思って。ゲーム実況者がクリエイターと一番ほど遠いから、何も言えねえんだよな。わかる？実況者がみんなパルワールドやる理由わかる？クリエイターじゃねえんだよ。実況者なんて。楽しいか楽しくないかの尺度しかないから。楽しければやるし、つまんなかったらやらない。シンプル。アルセスにパルボルダーみたいな要素があったらガチの神だった。まあなあ。まあ、あれじゃない？パルワールドがある程度受け入れられてる理由と一つとして、その最近のポケモンがちょっとやっぱ、作りが荒い部分が多いってのもあるんじゃない？なんだろう、既存のファンに文句を言わせないような出来のものを出してたら、こんなにパルワールド受け入れられてないと思うけどね、俺は。SV はストーリーも良かったけどな。まあ、全くなんか別、俺の中で。パルワールドのパクリゲーやんな。まあ、冗談でも言うな、本当に。うわ。これパクリだ。グラフィックが粗悪品だ、これ。しょうがないじゃん。スイッチなんだから。そこはもうハードの差でしかないから、しょうがない。あ、チョロ像だ。30fps も出てないと思う、多分。まあでももうスイッチだからしょうがなくないよね、それは。スイッチである以上しょうがないんだよ。おー、なんて綺麗なグラフィックなんだ。このゲー、神ゲーがお前パルワールドに負けるわけねえだろうが。お前ら何をビビってんの？こんなのパルワールド、パルワールドがこれの足元に及ぶわけねえんだよ。唯一にして至高なんだから、ポケモンは。みっともねえぞ、パクリパクリ騒いでんの。負けるわけがないんやから。こんなにグラフィックいいんだから。ピクニックもできますよ、可愛いポケモンたちと。ねえ、ピクニックができんだよ、こっちは。こうやってメタモンとな、他のポケモン入れたら卵も作れるのよ。パルモなら建築の手伝ってくれる？は？だからピクニックができるって言ってんじゃん、こっちは。家を作る？そんなの無理。ピクニックができる。ピクニックができんだよ、こっちはよ。ポケモンたちと一緒に美味しいサンドイッチを作ったりできんだよ。ほら。卵こうやって死ぬほど産むんだから、こうやって。